Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Dans cet épisode, nous allons passer le défi la couronne immaculée et nous allons nous rendre compte que dans l'histoire, il va y avoir un gros retournement de situation, même si on pouvait en voir arriver une partie. Mais personnellement, la seconde partie de ce retournement de situation, je ne m'y attendais pas du tout. Je vous laisse donc profiter de cette vidéo tranquillement. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous la regarderez. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. Shizamazuki Kobe o tareyu. Watashi wa subete no wo ni shite atarashiki Kuamizu.
これは神として再誕するための手なぜか。ならば、神のおしゃいのせいのおしゃいのその戦いを受け入れよう。
まさか全能たる私か。おのれ、頭の悪い愚民どもめ。私の的確な指示でこの町は守られたではないか。それがなんだ、犠牲者の数が多すぎるだと。ふざけるな。さては、元首の座を狙う連中がよからぬ扇動をしているんじゃないか。そうだ、そうに違いない。私は降りんぞ、絶対に。骨が折れますな、ユルモアの偉大なる元首殿。あなたは大変よくやっているのに、周りがバカばかりで困る。お前は、こ
ここへの立ち入りは禁止されているはずだぞ。これは失敬。しかし内密な提案がございまして。私はあなたを支援したいのです。そのためにお命じいただければ近隣にいる大罪杭を捕らえてまいりましょう。そいつとあなたの奥方様が宿している胎児を使って絶対の王を作るのです。さすれば王の父としてあなたの立場も盤石となりましょう。素晴らしい、素晴らしいぞ。我が息子バウスリーにかかれば罪杭がまるでペットか何かのようだ。これで我が一族には永遠の地位と名誉が約束された。全世界を手中に収めるのも時間の問題だな。ぜひ。それによって人は戦うことをやめ、進歩を捨て、光と共に停滞に沈む。実に結構でございます。光に満ちた世界こそ私どもの。まずいわ、ついに限界が。このままじゃ彼が罪杭になってしまう。ウリエンジェ、対策があるんでしょ。早く。さらにも光が。時は来たれり。すべての大罪杭の力がひとところに集まった。その力、私がいただくぞ。お前が蓄えた膨大な力をクリスタルタワーに送り、私こと別の世界へ転移するのだ。他にも世界があると知った時から、私はずっとこの瞬間を夢見てきた。こんな壊れかけの世界にとどまるより新天地で楽しく生きたい。当たり前だろ。それじゃあ、こうなると分かってて、わざと騙してたって言うなら、あの人を任せておけない。引き剥がすわよ。手を出してはなりません。お願いします。今、この時だけは彼の決意を、ただ、見届けてほしい。ウリエンジェ、あなた。
こんな乱暴な転移術は成功しない。別の世界になんてたどり着くことはない。水晶校はそれを分かっていながら、あの人には悟られまいと嘘をついているんだわ。それはどういう。彼から溢れた光の力を引き取って、世界と世界の間、次元の狭間で砕け散る。水晶校は自分の命と引き換えに、あの人もノルブラントも救う気なのよ。冒険の終わりに英雄が集めてきたものを、小悪党が少しばかりちょろまかす。それだけのこと。ありきたりなオチの一つさ。あんたの物語はまだまだ続き、いずれこれも取るに足らない笑い話になるだろう。知れぬ水晶校はどこかの世界で明日も楽しく暮らしている。信じて、この世界を救おうとしてくれてありがとう。さようなら、俺の一番憧れの英雄。クリスタルタワーを制御できるのは赤い目を持つアラグの血族だけ。そしてそれは第一世界には存在し得ないものだ。その男が世界と、おそらく時まで渡って何を大それたことを企んでいるのかと思ったが、まさか。たかだか一人の英雄様を救おうとしていたとは、まったくバカすぎて恐れいる。だが成就するのはお前の計画じゃない、私たちの計画だ。エメとセルク、お前。おっと、動くなよ。水晶校はまだ息があるはずだが、それもお前たち次第だぞ。残念だ、本当に心底失望した。お前なら全ての光を取り込んでも平気かもしれない、そう思っていたのに。なんだそのざまは。化け物になりかけているじゃないか。それじゃ交渉する価値もない。今のなり損ないの人類にはその程度が限界か。
私はアシエンだぞ。世界統合のためにあれこれ画策するのが仕事だ。第一世界においては100年前、当時の英雄たちを利用して光を高める策を同胞アログリフに授けた。それで型がつかなかったので、次の策としてバウスリーを作り出したわけだが、それもお前たちの到来によって展望がなくなった。私たちに近づいてきた狙いは何だ？それについては今まで散々話してきただろう。あれは本当だ。何一つ嘘はついていない。お前たちは私にとって最低の材料だった。今の人類の精神性や強さ、可能性を知るための。だから興味があったのは事実、教えたことも事実。結果によっては味方として取り込むに値するとも思っていた。ただし合格の最低条件は、こいつが全ての光を飲み込んだ上でそれを自在に制御できるようになることだった。それくらいでなければ価値がない。手を取るほどの強者とは認められない。つまり俺たちは落第とみなされたと。随分と勝手な話だ。だが仮に合格していたとして、俺たちがアシエンに着くとは限らなかっただろう。その時は殺せばいい。溜め込まれた光が放出されて、少なくとも全ての罪喰いを倒す前の状態には戻せる。だからこそ光そのものを持ち去られちゃ困るんだ。こいつの行動には少しばかり焦らされた。まだ知性と姿は保ってるようだが、中身はもうほとんど罪喰いみたいなものだな。お前の意志はどうあれ、これからはいるだけで世界を光に包み込む。寄り添ってきた相手を罪喰いに変えるかもしれないし、正常なエーテルを食らいたくて婿の人々を襲うようになるかもしれない。そんなお前に人類は立ち向かいもするだろうが、だがその強さを目にしてすぐに絶望する。勝てるわけがない。私たちはもうおしまいだ。人はもう何をしても無駄なのだ。皮肉だな。バウスリーが幸福によって成し遂げようとしていた停滞を、お前が絶望によって成し遂げるんだ。さて、お前がとっとと世界を蹂躙してくれることを願いながら、私はそろそろおいとまするとしよう。お前たちに付き合っても結局何かが変わるほどの収穫は得られなかったんだ。これくらいの土産はもらっていくさ。なり損ないの人類から学ぶことがあるとは思わなかったが、あいつが英雄様のために蓄えてきた知識と技術には大変興味がある。仲間と思っている連中、そうなってはもはや殺し合うしかない敵だ。
なまじ知性が残って耐え難くなったら私の元に来るがいい。せめて笑って全てを見届けてやろう。テンペストと呼ばれる黒き海の底、その暗がりに私の根城がある。ではでは、化け物。目が覚めたのか。混乱してるのか。無理もない。水晶光がさらわれ、お前が倒れた後、エメトセルクはすぐに消え失せた。それでリーンがどうにかお前に応急処置を、光の暴走を止めようと試みたんだ。その甲斐あって今は多少安定してるだろうが、原因を取り除けたわけじゃない。お前の状態は変わっちゃいないんだ。これが現実だ。ここやコルシア島だけじゃない。ラケティカ大森林やアムアレン、イルメグ、ノルブラント全土が再び光に覆われている。すべての大罪悔の光を継いだもの、お前がいるからだ。もっとも原因がお前にあると知っているのは、あの場にいた仲間たちだけだ。あいつらはお前を連れて下山した後、待っていた人々に光が戻った原因は不明だと語った。今はノルブラント中を飛び回って、混乱をなだめながらお前を救う方法を探してるらしい。動けるなら少し街を回ってきたらどうだ。ここであれこれ考えてるよりは落ち着くかもしれない。
この町の連中は強いな。みんなまだ戦う意志が折れてない。だからこそお前には辛いんじゃないのか。そうだな。あんな気のいい連中は真実を知れば悩み来る。はっきり言って状況は最悪だ。今回ばかりはどこを探しても救いなんてないかもしれない。ただしそれは窮地であって敗北じゃない。お前はまだ負けていない。前にもこんな不思議と泣いた気持ちで空を眺めてたことがある。自分たちのやったことが光の氾濫につながると知って原初世界に向かうために命を絶った時だ。あっちでお前たちと戦って負けてついえかけた願いを光の巫女が拾ってくれたから俺たちの世界は完全消滅を逃れられた。それが救いだったのか、あるいはこんな風に残るより統合された方が幸せだったのか。だがコルシア島で巨大なタロースが立ち上がった時に思った。ああよかったんだってな。かつての俺たちは戦う役目を最後まで自分たちだけで抱え込んだ。それがみんなのためだと思ってた。だからあんな人が一丸になって道を開く様だけは眩しかった。ただ胸が詰まって言葉なんて出やしないんだ。こんな世界でまだ生きたがってる奴らがいる。それが手を取り合って天にまで這い上がろうとしてる。だったら絶対に間違っていなかった。この世界をこ拳だ拳、いいからぶつけてみろ。やっぱり前に部屋で起きたことは偶然じゃなかったんだ。俺はもう世界を救うことはできないが、何の因果かお前にだけは干渉できるらしい。こうして喋ることもできてたんだ。予感はあった。だが
俺は光の反乱を起こした男だ。どんな理由があったとしてもそれを否定することはできない。だから何かをすればまた間違うんじゃないかと、自分の選択が信じられなくて踏み出すことから逃げていた。それでも俺たちの選択が間違いだけではなかったのだと、お前たちが証明してくれたから。この魂をお前にかけよう。わずかでもまだできることがあるはずだ。お前が世界の敵になりそうだったら止めてやるし、お前が進もうとするなら背中くらいは押してやる。だから思うように進めよ、英雄。私の若気は不思議な若気ね。まったくひどいありさまだわ。エーテルはぐちゃぐちゃで、真ん中にある魂もひびが入って継ぎはぎだらけ。ねえ、かわいそうなあなた、これからどうするつもりなの？妖精王になれば人との関わりを断って城の中に隠れていられる。何も解決はしないけれど別にいいじゃない。誰かがあなたを倒そうとしに来ても妖精のみんなで守ってあげるわ。それをあなたが望むなら王冠や杖を譲るけれど、と。なんて、知ってるわ。私の若気ったらとても釣れない人なのよ。私の提案なんてこれっぽっちも聞く気がないのだわ。それにそんな結末には私の愛した美しさもない。ねえ、私のかわいいかわいい若木、あなたは今迷い地の中。そんな時人は先を見通そうとする。だから私たちは意地悪な霧や幻惑でもっと迷わせるの。それを破る方法はね、一度立ち止まること。そしてどこへ行くべきかではなく、自分が今どこにいるのかを正しく知ることよ。でできたケールム、影に隠した赤い目はいつも優しくあなたを見ていた。その意味を知ればあなたの知らないあなたのことも、今あなたが立つ場所も見えてくるかもしれないわ。
幸い、ここは彼の庭。町の人に聞いて回れば、きっと糸口はつかめるでしょう。私はあなたが何を選ぶか楽しみにしながら見守っているわ。それじゃ、またね。